コスファミでやりたい企画です。これあるんですけど、一つかっこ先輩としてやりたいこともって書いてある。おお、あるんですよ。何があるの？あの、なんかまあ過去の動画で体力測定みたいなことやってたじゃないですか、うん、最近やん、めっちゃ、うん、たくみくんが靴ぶっ壊れた時に、はい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 、破れたやつぶっ壊れたな、反復ごとに、うん、あれ見てて、うん、すっごいなんかスポーツ企画やりたいな。まあまあ、なんかそう、もっと運動会的なのやりたいよな、うん、大企画でさ、ここまで泊まりできるやったらできるよな、うん、あとは大食い企画です。僕は食べるのめっちゃ好きなんで、うん、帰れま店、帰れま店的なやつ。そうですね。なんかほんとそういう感じで。帰れま店とか面白そう。やりたいっすね。いや、俺はね、スマブラ大会はやりたいなと思って。わ、やりたいっす、それ。スマブラ？うん。スマブラの大会。何人でもできるから、スマブラやりたいですね、うん。普通に旅行行きたいのな。行きたいっすね。海外に。海外に行きたい。もう、この先は海外に。海外に行きたいし、もうちょっと大人数で行きたいな。あ、そうですね。うん。ポスターの先輩方と一緒に行くのも絶対楽しいだろうし、もう若手ほぼ全員で行けるやつ全員で行くとかさ。大人数で行ったらやれることもたくさんあると思うし、うん、なんなら半分半分で分けて、一方その頃みたいな感じでさ、行けるし、なんか企画とかもいっぱいできると思うから、すごい楽しいと思うんだよね。昨日はどうでしたか？昨日はどうでしたか？めっちゃ、飲みました。夜ね。ご飯美味しかった、ね。めちゃくちゃ美味しかった。火鍋。中国料理。火、うん、鍋ですね。なんか本当になんかすごい辛かったけど、すごい旨味のある辛さで、最高だった。今日は高速グラの接客をやりますが、頑張ってください。楽しいですね。頑張ります。頑張ります。枠がも来るからね。そうですよ。とりあえずなんか枠のことを接客するんでしょ。顔面まで埋めたいな。こんもり埋めて、もう出てこないでくださいって。今日は急遽、うん、プライベートサウナにも。あ、そうですね。急遽、はい、楽しみ。今日もよろしくお願いします。お願いします。朝のお散歩がてらパン屋さんに行ってます。なかなか普段朝散歩とかしないんで、緑に囲まれて散歩するのいいです。空気がいいですよね。やっぱ空気いいです、本当に、はい、でやっぱ森になりきろうと思って今日はその緑なんですね。感じです。はい、パン食べに行きます。ケンケン軽井沢来たことあるの？いや、初めてです。初めて、どうだった？やっぱ自然がめちゃめちゃ綺麗です、うん、緑に囲まれてるし、あと空気が澄んでます、うん、すごい、見て、グラタンがパンになったね。コミ君は初めてだよね、軽井沢来るとね。僕は大分からほとんど出たことないです。そうなの、はい、九州の周りも個人的なこうなんか旅行みたいなのが熊本、福岡です。んー、東京来たのは高校の修学旅行。修学旅行が初めて。そっか、じゃあ海外もまだ行ったことない。あ、韓国だけ。うんうんうん、あ、そうだね、ないもんね、うん、じゃあ次はぜひ北京にあの火鍋を食べに、絶対同じ味だから、うん、本場の火鍋食べたい。お疲れ様でした。早っ、早っ、お疲れ様でした。めちゃくちゃうまかった。はい、ということで、軽井沢2日目、今回は接客体験ということで、ここでようやく枠が到着しました。おはようございます。おはよう、おはようございます。おはようございます。最後にあの酵素風呂を僕にも体験してもらいたい。酵素風呂俺入ったことないんだよね。もうない、俺も初めて。どうだした？すっげえよ。なんかやつらは15分で熱くてギブアップしたけど、俺はもう20分
5分。いやいやいや、その5分結構だいぶでかい。サウナの5分みたいな。いや、サウナよりもすごい。あら、全身にもうこうやって火の跡です。重い。重い、なんかすごい重たくて安心感。動きが取れないってなったら、しかもね、動いちゃうとね、なんか発汗しちゃうから、熱くなるから動かんもん、ね、どんなの想像してるか分からんけど、もう本当にあの、土に埋められるから楽しんでいきましょう。楽しんで、イエーイ。それでは、積極体験、行ってきます。頑張ります。あー、すごい。お疲れ様でした。高速炉は、梅ぬかの有機物を発酵させ、その発酵熱で説明をさせていただきます。高速炉とはご存知でございましょうか。はい、全くわかりません。ありませんよね。はい、米ぬかの有機物を発酵させ、その発酵熱で体を温める乾式温浴のことです。めっちゃ読んでる。はい、早く立っていきましょう。はい、おい、話題な、なんか下級の扱いが。では行きましょうか。はい、お願いします。手前です。本当です。まあ、読んだら、ね、いい感じ、匠くん。どうですか、お客様。難しいです、この状況。じゃあ、夢のクイーンにクリエ。きついきつい。いってみてください。きついきつい。まず、顔の辺からバサバサいっちゃっていいですか。死んじゃう、死んじゃう。ではかけていきます。かけていきますね。力抜いてね。硬くならないで。力抜いてください。耳ちゃんとお兄さん、リラックスして。うわー、お兄さん。うわ、ちょっとうざったよ、この二人。ちょっとちゃんとね。どうでしょう、薄いところないですか。はい、大丈夫です。でもなんかすごいポカポカしてますね。本当なんかさ、本当に気持ちいいよな。安心感あるよ。どうぞ。ぬくもりが俺顔近く、すごい。はい、オッケーでは、ゆっくりおくつろぎください。では、おくつろぎください。はい、夢の国へ。シャワー浴びてきてください。感想は。いや、いいもんですね。なんか上がったとすごいスッキリしています。よかったです。この姿があまりにも恥ずかしいので早くしよう。では、いってらっしゃい。じゃあ、行きます。すごいですよ。もう暑い。Let's go.
熱い。かけるとなんかヒノキのいい匂いがする。木の匂いが。熱い熱い。やばいじゃん。どうですか。もうなんかもう秒で秒でなんか頭何も考えられない。めっちゃ熱いですね。90度以上だから。あ、そうなんですね。だからローストビーフ作るとき。暑い。暑いから。整った。早くない？最高っす。最高、よかった。本当に嫌がらせ。あれ？あ、冷た。冷て。水風呂超冷たい。超気持ちいい。やばい。気持ちいい。上やろ、上の方が気持ちいい。整うじゃん。失礼いたします。あっ、あっ、プールみたい。めっちゃ最高や。金持ちになりてえな。いや、すごいね、水に入ってるのか。止めたくないもん。めっちゃ気持ちいいぞ。ここで一生折れるわ。いけるいける。寝れるぐらい気持ちいい。気持ちいい。後で交換してあげるから。どこまで気持ちいいかな。これなんか石炭燃えてるニュース。いい香り。あ、薪をあれしたんだよ。いい香りだね。いいよね。すごい。なんかめっちゃインドアやけど、アウトドアが楽しくなる。ここまで行くと楽しい。なんかさ、普通にさ、これコスパミの撮影だけどさ、ただ、なんかリフレッシュしに来てるだけみたいになってマジでさ、その、なんやろ、渋谷とかさ、新宿とかになんかどっか遊びに行ったりするアウトドアの感じとは違って、こういうのはマジで楽しいわ。誰でも楽しめる気がする、うん、やっぱ知ってる人たちに囲まれてるっていうのがいいよな。渋谷行ったらさ、ほぼ知らんもん。人が多すぎちゃうとね、酔っちゃう。大丈夫だな、頭痛くない。空がすごい綺麗だ。はい、はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ旅は終わってないけど、もうこれで終わってもいいってくらい満足しました。最高だね。サウナ入って、僕はまだここに来て2時間ぐらいですけど最高。もう満足した。本当に満足度高いな。高いです、うん、すごい気持ちよかった。気持ちよすぎて、あの路列が回らない、うん、やっぱどこ行っても景色は、ね、だいぶ綺麗で、綺麗だな。空気が澄んでます、ね、うん、いい感じです。最高でした。最高でした。ありがとうございました。遠い。暑いね。暑いな。すごく感心してるよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、これでようやく4人高速路を体験することができました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。なんかすごい濃厚な2日間やったな。僕はどうだった。いや、気持ちよかったです。いや、やっぱ上がった後がめちゃくちゃ気持ちいいです、ね、キリ感が違います。上がった後も汗かくけどさ、もう今汗止まんないもん。あれじゃない、ベタベタした汗じゃなくてさ、そう、サラサラそう、うん、
いい感じの、ね、そう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 、汗が出るから、ぜひぜひ軽井沢来たらこの酵素風呂を来てほしい、ね、うん、軽井沢酵素風呂とカフェカフェカフェ、このね、あのジンジャーエールとかもね全部自家製でね、あの発酵させて作ってるものがいっぱい置いてあってね、もう全部美味しい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたまた、またお会いしましょう。チャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。